例えばここに新しい技術ができたとします。これに対してさまざまなことを言う人はいますが、中にはこの技術がよくわからないという理由でものすごく批判してしまう人もいます。しかしその技術が生まれた背景やその将来性がきちんと理解されれば、その技術の使われ方というのは劇的に変わっていくかもしれません。まさに今、生命科学は皆さんが思っているよりずっと急速なスピードで変化の兆しを見せています。それに対して私たちはどのような姿勢で向き合っていけばいいんでしょうか。今は特にゲノムに関する技術が飛躍的に進化し続けているという時代です。私も研究者の一人として生命科学の道に進んで、東大でゲノムを活用した研究をしていました。その中で研究とビジネスのシナジーを大きく生み出すような仕組みを作らなければという思いで、2年前にGenequestという会社を創業しました。個人向けのゲノム解析サービスを提供しながら、そこで集まったゲノムデータを研究に生かすという仕組みを作っています。このような取り組みにチャレンジできているのも、実は技術的な背景にのっとっているんです。生命科学はこれまで非常に発展してきました。過去から現在を比べて何が起こってきたか、これは例えばインターネットが私たちにもたらした革命と同じようなことが生命科学にも起こっています。電気がコンピューターを生んで、それがインターネットに接続されました。そしてインターネットが社会全体に広がったことで、それを介してさまざまなデータが蓄積されています。そしてその発生したデータを活用するために、今は人工知能が使われるようになっています。一方、生命科学では DNA が発見されて、その30億の塩基配列であるゲノム配列が2003年に解読されました。そしてゲノムの解析技術が非常に発展してきた。それがここ10年の出来事です。そしてそのゲノム解析技術が発展するとどうなるかというと、世界中の各地でゲノムデータが集められていきます。ゲノムというキーワードが今突然出てきたのではなくて、このような技術的な背景からすると、各地でゲノムデータが氾濫していくというのは当然の流れとも言えます。そして今はいかにそのデータを活用していくか、そういうステージに来ているんです。このようにゲノムの解析コストが劇的に下がりました。それに伴ってゲノムだけではなくて、さまざまな生態情報の解析技術も発展しています。つまり私たちの生命のさまざまなデータというのが集められていきます。そしてこれからはそのさまざまな生態情報が加速度的に集約されていくことで、私たちの想像をはるかに超えてさまざまなことが解明されていきます。つまりこれまでの生命科学の発展のスピードというのが、今後はさらに加速して急速に発展していく、そういうことなんです。そしてこの技術の発展というのは、私たちにいい未来をもたらす可能性があります。私たち人の体の状態が解明されて可視化されていく。そうすると実際に例えばこういうことが起こっているんです。これまで判別が難しかった膵臓がんが判別できるようになったり、あるいはこれまで医者の問診でしか分からなかったうつ病の診断が可視化される、数値化される、そういうことが実際に可能となってきています。あるいは昨年世界で初めてゲノムを編集することで白血病の治療もできるようになりました。つまりいろんな生態情報が集まってきて、生命の法則が解明されていくと、私たちはそれを活用して今後の医療や社会を大きく変えていくことができるんです。このような大きな生命科学の中で、科学の流れの中で、私は遺伝子解析サービスを提供しているわけですけれども、現時点で遺伝子解析によってできることは、このスライドの中でどれでしょうか。いいですか、皆さんもう答え決めましたか。答えはこちらです。
実は現時点では全てノーなんですね。皆さんの予想とはちょっと違ったかもしれません。実はこの生命科学の発展というのが著しい一方で、それに対する人間社会の理解というのが追いついてない、それが現状なんです。そして今後さらに生命科学が発展していくことを考えると、今後どんどんこの差というのが放っておくと広がっていきます。私たちは特に日本ではこのサイエンスの大きな流れについてその詳細を習うことなく大人になりますし、よくわからないという人も多いと思います。しかし皆さんの中で特に専門家ではないという方の方がこのサイエンスの流れを知っていただくこと、それが実はとっても大切なことなんだと私は思っています。例えばゲノム解析技術が発展して病気の治療に使われるかもしれない一方で、それが差別に使われたりバイオテロに使われるかもしれません。また遺伝子情報を知ることができて病気のリスクを事前に回避できるかもしれない一方で、その情報を誤解して過度に捉えて精神的なショックだけを受けてしまって終わるかもしれません。生命科学がいくら発展しても、それを私たち人間社会が理解したり倫理的な基盤がないと、私たちはいい未来に行くことができないんです。このサイエンスをきちんと活用できる社会、それを作っていくためにはこの差、これを埋めていくことがとても大切なんです。今このサイエンスが私たちの生活を大きく変えていく、そんな兆しに私たちは今まさに直面しているわけなんですが、これから変化が起こっていくとき、私たちは身をすくめたり斜に構えてはいけません。変化することは受け入れた上で真摯に建設的な議論をしていくべきです。もちろん新しいものに対して賛否両論が起こることは大切なことです。しかしこの新しいものがよくわからないという理由で、あるいはこれまでとは違うという理由で拒絶したり批判する人が驚くべきほど多いんですが、それは違うと思います。なぜならこれまでよりも技術が急速に発展していくからです。そこでお伝えしたいアイデア、今日から皆さん、例えば新しいサイエンスのニュースを見たとき、この技術はまだ不完全だからダメだよねと、そういうことを言ってしまうのは現時点の点でしか見えてない議論なんです。ではなくて、その不完全さがなくなっていて進化していくのはもう目に見えている流れなので、そうなったときにどう活用できるのか、あるいはこういう新しいリスクも生まれるけど、それをどう回避してうまく活用できるようになるのか、そのような先回りをする視点を持って議論をしてほしいと思います。今日から皆さんの一人一人がそのような視点を持って議論していく、発信していく、それを皆さんに実践していただくことが、この科学技術の恩恵を受けられる社会を作っていくことになるんです。ですので、本日このアイデアを聞いてくださった皆さんには、これを実践してほしいと思います。最後に、私はこのサイエンスを活用して社会に価値を提供していく、そんな授業を通して遺伝子や生命の解明をしていきたいと思っています。そしてそれが人や社会、国が抱える問題の解決に必ず役に立つと信じています。しかしそれはどうやったら実現できるかはまだ誰も分かりません。そして人々の理解や倫理、さまざまなハードルを超えていかないといけないのも事実です。しかし今日このアイデアを聞いてくださった皆さんの協力も得ながら、私は未来に向かって進んでいきたいと思っています。ありがとうございました。